やかんの死にたるをすくわむがためにほうけをうつすひとのこと。第五。いまはむかし、としわかくして、かたちびれいなる男ありけり。たれひととしらず、さぶらいのほどのものなるべし。 その男、いずれのところより聞けるにかありけむ、二条主尺を行くに、主尺門の前を渡る間、年十七八歳ばかりある女の、形誕生にして姿美麗なる、微妙の絹を重ねきたる王子に立てり、 この男、この女を見て、過ごしがたく思いて、よりて近づき、触ればう。門の内に、人離れたるところに女を呼び寄せて、二人いて、よろずに語り言う。男、 女にいわく去るべくてくのごとく来たりあえり同じ心に思うべきなり君我が言わむことに従えこれ年ごろに思うことなりと 女のいわくこれ、いなぶべきことにあらず、いわむことに従うべしといえども、われもし、きみのいわむことに従いては、いのちをうしなわむこと、うたがいなきなり。と、男、 何事を言うとも心得ずしてただいなぶことなりと思いてあながちにこの女と解放をせむとす女泣く泣く曰わく君は 世の中にありて、家、猫をぐせるラムに、ただ、行きずりのことにてこそあれ。我は、君に代わりて、たわぶれに長く、命を失わむことの悲しきなり。くのごとくあらがうといえども、 女ついに男の言うに従いぬしかる間日暮れて夜に入りぬればそのほとり近き小屋を借りていてゆきて宿りぬすでに今日がしてよもすがら 行く末までのちぎりをなして、夜明けぬれば、女帰り行くとて男に曰く。我、君に代わりて、命を失わむこと疑いなし。されば、我がために、法華経を、 諸者供養して、五世をとぶらえ。と、男の曰く。男女の共通すること、世の常の習いなり、必ず死ぬることあらむや、されどももし死なば、 必ず法華経を諸者供養し奉む」と、女のいわく、君、我が信むこと、チップを見むと思わば、妙長に武徳殿のほとりに生きて見るべし。 「ただししるしにせむがために」「といいて男の持ちたる扇を取りて泣く泣く別れて去りぬ」男「男これをまこととも信ぜずして家に帰りぬ」 る日「女のいい仕事、もし、まことにやあらむ、ゆきてみむ」。と思いて、武徳殿にゆきて、めぐりみるときに、上白き老いたるを泣いでて、男にむかいて、泣くこと限りなし。 男オーナーに解いていわく誰人の何事によりて核は泣くぞ」とオーナー答えていわく我は野然 主尺門のほとりにして御まいけむ人の母なり、その人は早くうせたまいにき、そのこと告げたてまつらむ、とてここにはべりつるなり、その死にし人はかしこにふしたまえり、 と指をさして教えてかきけつようにうせぬ男、あやし、と思いてよりてみれば、伝のうちに一つの若ききつね、扇を表に置いて死にて伏せり、 そのに我が野禅のになり、これを見るに、さは野禅の女は、この狐にこそありけれ、我はさは通じにけり、と、その時にぞ、はじめて思うに。 哀れにきいにて家に帰りぬその日より始めて七日ごとに法華経一部を供養したてまつりて彼がご世をとぶらういまだ七七かに満たさるほどに 男の夢にかのありし女にあいぬその女を見れば天女とゆうらむ人のごとく身を飾りたりまた同じように飾れる百千の女ありてこれを異形せりこの女 男に告げていわく「我君が法華経を供養して我を救いたまうによりて皇后に罪をめして今通り天にむまれぬ」この恩はかりなしせぜをふと言うとも 忘れがたし」「と言いて空に上りぬ」「そのほど空に微妙の額の声あり」「と見て夢覚めぬ」「男哀れに尊しと思いていよいよ心を起こして」 宝家経を供養し立て祭りけり男の心ありがたしたとえ女の遺言ありというとも年頃に役をたがえずしてご世をとぶらわむやそれも 全世の全知識にこそはあらめ男の語るを聞きすぎて語り伝えたるとや